ございます。アンディ・ティモンズスーパーセブンティーズパート2です。はいはい、ありがとうございます。はい、この謎の温度差今回のパート2の部分はですね、はい、あのこの曲の中で僕がこうねテクニカル的な部分で苦戦した部分です。ここは運指がむずい、まず。はい、で、あのアンディ・ティモンズももうライブではここをちゃんと弾いてません。あ、そうなんですか。弾いてないです。もうあの人結構アドリブできるんで。あ、俺が見たライブ映像では全く違うことを延々と弾いてました、はい、それはショックですね。ほんで、ね、ここの部分だけ一緒なんですよだからもはやこれ何の曲やねんみたいなこのねバックがまずここでは G メジャーが鳴ってましたね。で、視点的にはこのね E マイナーペンタを弾いてたんで、まあ音的にはまあ G メジャーとか G メジャースケール、 G メジャーペンタと G メジャースケールですね。それやと思うんですけど、視点的には E マイナーペンタですね、皆さん。はい、でフレーズがですね、まずこれがきます。まあ、ここはね、そんな問題ないんですよ。僕もここぐらいやったら、来い、もっと来いと思うんですけど、ああ次に、6、4。この数の違いがまずちょっとね、ひるんでしまう、うってきて、で、ってくるんですよ。ここでちょっとね、なんか運指的にごちゃごちゃっとなって、やめたいなと思ったんですけど、まあやるしかないと思って。で、まあここまではなんとかいけたんですよ。でも次に、はい、この簡単そうに見えて制覇で弾くの分かります？この。ここがもう超絶むずい。人差し指制覇してるんですか？してるんですよ。で、ピッキングがインサイドっていう、こうね、弦の中側を弾くっていうピッキングで、こんな感じなんですけど、ここがね、もうね、この、つなげると、まあ、難しい。なぜ難しいかというと、もう、その、フレーズのキャラクターがここ違うんで、こうね、結構技術をね、分散して出してるんですよね。ここがどうしてもなんかね、僕やってて、はい、うまくできない、未だにうまくできない。ほんでちょっともう悩んでノイローゼになって、ほんまにどうしようかなと思ってたんですけど、実家帰ろうかな、実家帰ろうどんだけメンタル弱いんですかねえ、もうね、ここのポイントは僕が思うにもう分けて考える、よくやるポイントなんですけど、あ、そうで、ね、で1個で、ここまでで2個、ほんで、この3つだと思った方が精神的に楽だと思うんで、みたいな、3つぐらいが重なってると、はい、これを1個にすると結構スタミナ消費するし、脳もちょっと使うんで、きついと思います。だからまあ皆さんはこうゆっくりやれば、こうか指が慣れてピッキングも慣れてくるので、はい、まあ1年半ぐらいやってもらえれば多分絶対できると思うんでまあやり続けることがね、そうですね、まあ1ヶ月ぐらいやれば大丈夫と思うので、はい、まあ、今回のポイントは、はい、このちょっと長いフレーズを3つぐらいに分けると、はい、と分けることですよね、はい、まあ、よく早弾きのポイントでこう全体的に見るんじゃなくてちょっと分割するみたいな方が、まあちょっと気が楽になると思うので、はい、もう本当頑張っていくんで、よろしくお願いします。じゃあす、ありがとうございます。使います今。